ここでですね AKB48 ビートカーニバルの特徴や特典につきましてメンバーの皆さんに発表していただきたいと思います。では横山さんからお願いします。はい、ライブ会場の熱気を感じながら音ゲーが楽しめる AKB48 の新しいエンターテインメントです。はい、そうなんです、埼玉スーパーアリーナ東京ドームシティホールなどで開催されました AKB48 のライブをゲームでも楽しめるんです。そしてなんとゲーム限定のオリジナル楽曲の登場も予定しているということなんですよね。はい、ゲーム限定のオリジナル楽曲っていうのは私も今聞いたのですごくどのメンバーでどのような楽曲を歌わせていただけるのかすごく楽しみです。そうですね、ぜひ注目していただきたいと思います。さあ続いて向井さんお願いします。はい、特定のメンバーを推しカメラで撮影、撮り下ろしのフォーカスムービーが楽しめます。お気に入りのメンバー1人を推しカメラで撮影したフォーカスムービーが楽しめます。映像は AKB48 ビートカーニバルのために撮り下ろしたオリジナル映像となっているということですね。はい、普段そういう映像を見れる機会って今はなかなかないので、多分このゲームでしか見られない映像がいっぱい見れるんじゃないかなと思うんですけど、映像に気を取られてゲームがね、そう、どっちも見たくなっちゃうなって思います。そうですね、はい、ありがとうございます。続いて倉野さんお願いします。はい、脳科学者も推薦、脳の活性化につながるこだわりのノーツが楽しめます。はい、そうなんです。AKB48 ビートカーニバルでは画面の上から次々と落ちてくるリズムアイコンのノーツの設計にこだわり、画面の途中で急に曲がるカーブノーツや画面の途中から動きが加速するアクセルノーツ、そして突如現れるステルスノーツなどバラエティに富んだノーツが楽しめるようになっています。ノーツ設計については脳科学者の先生からも、楽曲のリズムに合わせさまざまなノーツが現れる音ゲーをプレイすることで脳の活性化にもつながることが期待できますとのコメントが寄せられているんです。すごいですね。さあ続いて柏木さんお願いします。さまざまな難易度で初心者から上級者まで楽しめます。はい、AKB48 ビートカーニバルの難易度はイージーからエキスパートまで幅広く揃えています。私は実はめちゃめちゃ音ゲーマニアなんですよ。なのでそのイージーみたいな簡単なやつしかない音ゲーがもう大嫌いで、これは本当にエキスパートはこの音ゲーマニアの私でも結構難しくて何回もやっちゃうような絶妙な難易度です。ごくすぐダウンロードします。おいいですね。はい、私たちメンバーの取り下ろしカードがいっぱい、レアカードもたくさん用意されています。はい、そうなんです。プレイヤーはメンバーのカードを集めてフォーメーションを組んで音ゲーを楽しめるライブでのハイスコア獲得に挑戦できます。メンバーのカードは姉妹グループのメンバーも多数登場する予定です。楽しみですね、小栗さん。はい、すごい、いろんなグループの方々も一緒にできるということで、いろんなファンの方に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ですね。さあ続いて加藤さんお願いします。はい、10月31日ゲームユーザー限定のスペシャルライブを開催します。なんとですね、このスペシャルライブには本日登場のメンバー全員の出演も予定しているということです。はい、ハロウィンですね。ハロウィンですね。あ、本当だ。10月31日、楽しみ。楽しみするかな。したいですね。ぜひたくさんの方に挑戦していただきたいと思います。応募もぜひお待ちしています。さあそして最後に岡部さんお願いします。はい、ゲーム開始時に推しメンのレアカードが必ずゲットできます。はい、 AKB48 ビートカーニバルのゲームの開始時に自分の好きなメンバーのレアカードを無料で入手できるんです。この無料でというのがポイントですね。はい、ご登場いただいて7名のメンバーの特大カードをお披露目させていただきます。皆さんには伏せてお持ちいただきましょう。では一斉に開けていただきましょう。はい、どうぞ。私の若干ぶりっ子のやつめっちゃ気になる。私もなんですけど、同じことしてる。指定だったのかな。ね、いろんなポーズ撮ったもんね。でもいろんなポーズ撮りましたよね。確かに。何ショットぐらい撮られたんですか。何ポーズぐらい撮影では。結構撮ったんじゃない。結構いっぱいいろんなパターン撮りましたね。いっぱい撮りました。おお、そうなんですね。ね、はい、それぞれ皆さん、ぜひこのカードが出てくるのを楽しみにしていただきたいと思います。
さあではですね、ここで実際にメンバーの皆さんに AKB48 ビートカーニバルのデモンストレーションをしていただきましょう、はい、本日は代表して柏木さん、はい、あお願いしたいと思います。2番目のレベルかな、はい、中の、うん、中くらいのレベルで、ノーマルで、はいはい、いきます。ノーマルということは柏木さんは余裕ですかね。いやどうまあ余裕だと思いますけど、どうですかやってみます。さあお願いします。いいですか。はい、お願いします。はい、行きます。頑張って、いい、あの頑張って、頑張って、うん、頑張って、誰、顔が出てる、うん、ね、うん、お、ライブ、すごい、あすごい、お、ミオ、おすごい、私がいるスーパーアリーナですね。スーパーアリーナ、すごい上手ですね、すごい、すごい、エクセレントです。なに、斜めにした、すごい、矢印のやつがありました。あ、なんか出てきた、確かに速くなるループ、あ、すごい、あ、すごい、コンボ続いてますね、うん、コンボが、すごい、いい感じ。繋がってるやつとかも難しいね。あ、長い。あ、難しそう。あ、すごい上手。あ、すごい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 。すごい。ライブやね。すごい、めっちゃ上手、よくできますね、これ上手、あ、やばい、斜めのやつ難しいね、全然失敗しないですね、めちゃくちゃ上手、早い、この押して話すの難しい、ファンの方の声援も、そう、確かに、確かにすごい、うん、すごい、ダンスもやっぱすごいですね、すごい、あと少しですかね、あ、おー、すごい、素晴らしい、うまい、上手、あ、すごい、あ、いいなんだ、そうだ、やったね、やったね、やったね、自分で、はい、まあ、このようにいっぱいもらってるということです、すごい、グループもらえてる、まあ、クリアしたらなんかもらえるもらえる、あ、レベルも上がりましたよ、はい、すごい、柏木さん、いかがですか、めちゃめちゃ楽しいです、もう音にしっかり当てはまってるルーツの組み具合が最高です、うん、本当ですか、はい、組み具合が最高、さすがですね、はい、でもやっぱライブ、あの映像を 見たくなっちゃいますね、うん、やりながら、で、ね、でもなんかクリアしたらライブ映像だけを見れるのもあるみたいなので、うん、曲も増えていったりとかね、うんうん、これはめちゃめちゃ、いやー、すごいですね、今のノーマルだったので、まあ、はい、初心者の方はねちょっと間違えちゃうんじゃないかなっていうぐらいだと思うんですけども、うん、さすがプロです、お大好きな、上手、ね、皆さん上手いんですか、やっぱりそういう音ゲー関係は、どう、あります、私割と好きで、私音ゲー好きです、あ、向井さんやりますか、はい、おー、じゃあ皆さん結構できる感じなんですね、はい、おー、すごいですね、ありがとうございました、見てて皆さんもやりたくなっちゃったんじゃないかなと思うんですけど、やりいいですか、はい、ありがとうございました、AKB48 ビートカーニバルのアプリは本日8月16日リリースとなります、皆様どうぞご期待くださいませ。さあ、それではこれよりフォトセッションのお時間とさせていただきます。